อาหารท้องถิ่นใช้วัตถุดิบในท้องที่ที่ไม่เหมือนใครจากทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยวิธีการปรุงอาหารที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและภูมิประเทศอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมこんにちは金沙流の柳原直樹です金沙流はですね江戸時代から代々引き継がれてきた日本料理の伝統技術を伝えている流派です今回は数あるこの日本の伝統的料理の中から地域に根ざした郷土料理を紹介しますそして今回紹介するのは宮崎県の郷土料理納豆腐を紹介します牟板ชีบะจังหวัด宮崎ในภูมิภาค九州ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในพื้นที่นี้มีอาหารท้องถิ่นที่หาได้ยากแม้แต่ในญี่ปุ่นนั่นคือนาโดฟุส่วนประกอบอาหารยอดนิยมในญี่ปุ่นเต้าหู้ผักรวมในยุคที่ถั่วเหลืองมีค่ามากในการใช้ถั่วเหลืองอย่างประหยัดกล่าวกันว่ามีต้นกำเนิดมาจากการผสมรวมผักต่างๆที่เก็บเกี่ยวในบริเวณนี้ไม่มีกฎเกณฑ์สำหรับส่วนผสมผสมส่วนผสมตามฤดูกาลนอกจากการปรับปรุงรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีสีสันสวยงามน่ามองそれでは早速納豆腐を作っていきましょう材料はこちらです まず豆腐の中に入る具材を作ります人参はまあ4センチぐらいですかね、ぐらいの長さに切ります。まあ、切った人参は柔らかくなるまで茹でてください。はい、じゃあそろそろだと思います。柔らかくなりました。そしたらこうザルに開けて水気を切っておきましょう。もうみんな大好き枝豆ですね。もうポロンポロンと豆だけにしていきましょう。これで中に入る具の準備はできました。それでは納豆腐自体をこう仕上げていきましょう。こう鍋にもう豆乳が入っています。そして、弱火でね、どん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 温度を上げてるんですけども、ここで目標は75度。75度というのがポイントになります。外側に少しこう泡が小さい泡がふわふわふわって出てきますから、そしたらそこに水気を切った野菜を入れます。あ、三つ葉のいい香り、はい、温度がちょうどよくなったらここでにがりを入れますこう全体的にね軽く混ぜてください混ぜたらこれであとは蓋をしてそしてこのまま10分から15分静かに置いておきますでもしね10分15分しても固まらない場合にはちょっとにがりが少ない場合があるのでにがりをもう少し足してもう一度軽く温めてから蓋をしておくとちょうどいいと思いますはい、時間がなってどうでしょう固まってきたかなお、ほら見てわかるちょっと全体的にこう固まってるのわかるでしょうかそしたらちょっと薄めの布巾を用意してくださいでボウルとザル入れて布巾をこうして水気を絞れるようにしますキャンディー状にして軽くここでは静かに静かに水気を切っていってくださいそしたらこういった型ですねこういったものを用意してくださいそしたらこのある程度水気を絞ったものを中に入れて成形していきますはいこのままですねちょっと冷やして冷蔵庫で入れても大丈夫です15分ほどしっかりと固めてくださいゆずですね。ゆずはこう下から皮だけをこう取っていきます。あ、いい香りだね、これね。まず
味噌です。これは普通のお味噌を使ってください。艶が出てきたら、じゃあここでもう仕上げていきますね。残りのお酒を入れる。そして柚子、この香りを入れた味噌っていうのは最高にこの納豆腐と相性がいいですからね。冷蔵庫でこうしっかりと固めた納豆腐がもうできています。そしたらこれをよし取り出します。お、見てください、こんな感じでね、しっかりともできてますね。そしたらもうあとは、はい、この柚子味噌作りましたからね、柚子味噌をこれで納豆腐の完成です。それではいただきます。味噌つけていただきます。うん、普通豆腐っていうと真っ白い、ね、イメージがありますけど、その中に人参とかこういった葉っぱとか豆が入って色とりどりになってるんで、またちょっと違った風情の美味しさですよね。野菜のみのね、精進料理ですけども、これは古くから日本人が食べてきた料理なんですね。健康とあと伝統とこう両方合わせ持ったね料理というのはたくさんありますからね、作ってみてください。